ガシャ当たりはスイートスポットの位置感覚がずれてるだけ。重さで確認、トンカチラケット、瞬時に当たります。詳しくは概要欄で、はい、テえーと、テニスコーチの信頼関係は必要ないのかというふうなご質問をいただいてね。まあ、うちはもうどんどんいろんなところに行って、いろいろ探していった方がいいですよっていうことを、あの、言ってるんですけど、ちょっと知り合いのコーチからね、もうそういうことを言うと、もう、あの、いろんな子があっちこっち、あっちこっち行っちゃって、レッスンにもならないし。 あの、まとまらないと。ええー、だから白川の言うこともちょっと賛同できないというふうなことも言われて、お叱りをいただいた <laughs> んだけども、まあ確かになと思うのね。で、あのー、今のテニス業界っていうか、まあジュニア業界見てもね、その、どういうんだろう。えー一、一人のコーチに、じゃあ入ったところにね、お任せしますって言って、じゃあ見てくれるのかってなってくると、難しい場面が多いのが事実でしょ。例えば、もう、あ、え、のー、ビジネス的に考えたら、 強化のところっていうのは簡単に言えば強い子がいると人集まるんですよ。ね、で変な話弱い子がいると集まらないんですよ厳しいでしょなんかすごい私本音で言いますけどねあの弱い子がいっぱいいると集まらないんですで強い子がいるともうあの砂糖に群がるアリのように集まってくるんですよねもうそんなもんですだってみんな強いこと練習したいでしょあのだからあのトーナメントコー,スあのコースがしっかりしてる ところっていうのは試験があって、でその試験に合格した子がこう上にこういると、ねで。それを目指して入りたいから、下がガッとこう集まって売り上げが上がってるというふな構図の中でね、じゃあ下からこう入った子がこれからテニス頑張るんだって言ったときに、さあ、果たしてこれ上まで上げてくれるコーチが。 何人いてどれでもまあ中にはねあの一生懸命やってくれる信頼できるコーチがいるのであればまあねそこにこうついていけばこういいとは思うんだけどもでも多くがねやっぱりあのテニスクール聞いてると業務的になってるからもう必要以上なコミュニケーションは取らないようにしよう。 みんな平等に、あの、こうね、えー、話をするようにしようとか,とか,か、いろいろそういう決まり事があるから、特に大手さんにはなるほど、ちょっと難しいのかもわかんないですよね。なので、私がいろんなとこ動いた方がいいよっていうのは、やっぱり、あの、なんて言うんだろう、えー、っと、動くことによって、いろんなものを、まあ、見て、自分の目をも、うん、っと肥やして、 で、本物をね、あのー、見つけるというか、見極めるっていうか、そこが必要だと思うんですよ。で、その中でね、もしもですよ、えー、うちの子を任せれるっていう、えー、コーチができっとあの出会えた、い、えー、けるのであれば、あっちゃこっちゃ行くんじゃなくってあの、任せるべきだと思うんですよ、コーチにね。えー、ところが、この任せたつもりでも、どういうんですか、あのー えー、あっち行ったりこっち行ったりって何かやるとそこで人間関係っていうのは多分また潰れちゃうから、えー、しっかり、まあ、見てもらうっていうことは難しくなってくるよと、えー、いうことになるんですよねなのであのいいコーチに見つかるまでは自分が確信ができるまではどん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 こう動いていくべきだと思うしで二人三脚できるようなコーチが見つかればもうその人に指示するべきだと思うねもうね。 そこがやっぱり大事かなと思うんですよで、すよ二人三脚できるようなコーチってなってくるとやっぱり何ですか、えー、しっかりと育てる実力のあるコーチじゃないとねあの厳しいから、まあ、正直ちょっとまたごめんなさいね厳しい言い方がるかもしれないけど他かるスクールのコーチにもあのちょっと難しいことか分かんないかもしれないけどあの実力がない教える実力がないコーチに指示、まあ、してもあの多分厳しいだろうなと。 コーチも一生懸命やってるのはわかるけどあのやっぱり実力が至ってなかったらうまくなんないもんそれはもう事実だよねなのであのそういうコーチはあのそういうコーチであのはっきりね自分はここまでできるよで,でもここまでは以上はできないからねっていうのはあのはっきりねあの線引きしておいたらああの「何々コーチはここまであったら一生懸命やってくれるのね」って言ったらその部分は一生懸命指示してくれるわけじゃない ね、でそんな感じで、まあ、まだ新人のコーチなんかはねその任せてもらう枠をここから始めてちょっとずつちょっとずつこう広げていってね幅を広げて力をつけたらいつでも私の道具を来ててださいって、えー、いいあの言えるようになればいいと思うんだけど、あのー、でまた受講する人もこのコーチはここまでできるでこれ以上はできないからそれは別のことを考えなきゃいけないね,ねっていうのを考えたら。 少なくとも、そのお任せしたところに関してはね、やっぱり、あの何ですか、もう全面的にね、こうお願いして、で、えー、その部分を、まあもしなんかいじるか何かするのであれば、ちゃんと必ず相談をしてからね、 あの取り組むとかっていうふうなことをやっていけばあの人間関係っていうのがうできてくるけどあのお任せしますなんか言ってねであっち行ってこっち行ってこっち行ってやってくるとそれはまあ人間関係ででききるものできないですよねなのであの、まあ、今回ご意見いただいたコーチなんかはあの結局あっちこっち行くことによって人間関係余計できないじゃないかっていうことだから、まあ、それも一理あるんだろうなとは思いますね。 あのでも生徒さんからすれば本当に目の前のコーチが本当にそこまでやってくれるかどうかっていうのはこう、ね、分かんないしやっぱり最初はいろいろ動く中であの自分に合った、まあ、人というかあのそコーチというかっていうのをやっぱりこう、まあ、見極めて、えー、やるべきなのかなとう思うのね、えー。そういう意味でうち、まあ、でやって言ってる、まあ、あのスクールを当てにするなっていうのはあのー、なんか。 世の中全体のスクールがやっぱり、あのやっぱりまあ信頼できるとか少ないからこう行ってるわけであって、中には本当にね、あの、えー、とひたむきに頑張ってるスクールもあると思うからで、そういうところと出会ったら、やっぱりね、そういうところのスクールのね、コーチとかとは、やっぱり、あの 二人三脚できるなれば、もうあっちゃこっちゃいかず、そこで一生懸命やるっていうのも一つの手かな。そうすることによって、まあ、コーチの方もね、あ、この子のために頑張んないと、と思ってくれるから、おそらく必要以上なこととか、動きもね、多分してくれるはずだから。 だからそこの見極めなんだろうなぁと思うんですよね。でちょっと皆さん考えてみてください。今行ってるスクールのコーチってどこまでのことができるんでしょうどんな力を持ってるんでしょうってことなんですよね。で、まあこのコーチの所属してるスクールってどんなのっていうね、ねそのコーチがまあ雇われてるのか、もしくはそこのオーナーなのか、まあ、ヘッドコーチなのか、ね、いろいろ考えて。 えー、そうするとまあ,あの動けるところっていうのが大体いい見えてくるでしょオーナーがもうあの現場に立って頑張ってるところも結構あるからやっぱりあのレッスンしたいんだろうねやっぱり社長になってもレッスンしたい人がいるから現場がねあのそういうところって、えー、結構あのなんだろうこう再三度外視で結構やってくれるところがあるからそういうふうな、えー、とコーチのもとであれば もう全部お任せでね、えー、やってもいいのかもわかんない。でもやっぱりこのいくらいいコーチだからといっても、やっぱり普通の社員であまりね、立場的にも上の方じゃなかったら、やっぱり上のヘッドコーチの通の人こ超えてね、なんかこう、あの、いろいろと、あの、もう君はあのジニアあのレッスンが終わりね、大人一本でやりなさいとかね、こう変えられるとかね、なんかいろいろあるかもわかんないから、あの、だからそこはね、ちょっとそういうのも考えておかないと、こう、厳しいのかも。 分かんないのでねその背景というのはねよくまあ見といた方があの実際いいかなと思うんですよね。 えー、そんな感じでね、やっぱり、あのー、コーチの力量を見ながら、誰に任せばいいのかな、っていうのはね、ちょっと考えるべきだと思うし。で、あの、こんなのもありましたよね。あの、コーチ力あるから、任せた、ま、あの、お任せしたいんだと思っても、引き受けてくれない場合あるもんね。やっぱり、あの、そういう力のある人っていうのは、やっぱり何人か持ってるのよね、こう、担,担当をね。だから、その子を育てきるまでは、ちょっと他動けないよっていうのがあったりとかするもんだから、 必ずしも、いいコーチだから、あの、じゃあ引き受けてくれるかっていうと、タイミング的にね、あの、ダメな場合もあるし、また、技量的に、あの、受け付けてくれない場合もある、あるだろうしね。だから、ここはなかなか難しいよね。そういうの考えると、なんか恋愛みたいだよね、なんかね。あの、両思いでないと難しいかもわかんないです。<laughs> あの、テニススコールだったらね、もうそのままあ、例えばレベルさえ合えば、あのね、あの、どこの、あの、 ねそこでも入れるし受け付けてはくれるけどあのこれがもっとずっと上に上がって本当に今日勝ってなってくるとやっぱりあの選び選ばれの関係になってくるからあの自分が勝手にじゃあ選んで選べるかっていうわけではそうでもないし、ね、なかなかそこがこう難しくなってくるんですよね。私もやっぱり、そのなんていうのかなあの今、えー 専属でっていうのはこう持ってないんだけど、まあ時期ができたらね、あのー、やっぱり、えー、信頼関係を持って歩める、あのー、子が出てきたら、もう全力でね、まあ、サポートしていきたいなというふうにはこう思うんだけど、今のところちょっとね、やっぱり動きが限られてる部分があるから、 だからまあ、うちにね一生懸命通ってくれる人もあのあのたくさんいるから他のスクールに行きながらねだからこの前私言うんだよねあのこの部分のサポートはできますよでもここはできないよってはっきりそういう方だからなので、えー、うちに来る方もこの部分は、まあ、白川に行けばいいのねってね。 えー、この分は多分白川はできないからこれ他の人にお願いするしかないのかなっていうのはね分かった上でやると、まあ、あの逆にね、えーまあ、利用しやすいんじゃないのかなという、ね、こうに思うんだけどまあでも私もちょっとあ,のある程度こう仕事の方と仕事っていうか、まあ、大したことはやってないんだけど今のところね。 テニスそのものをスクールとしてはもうだって私あのもう閉めちゃって、えー、クラブは解散しちゃって今はもうあの一人で合間で合間合間でレッスンしてるような感じなんだけどでもまあねあの意思が高くてなんか一緒になんかできそうなっていう子がいたらねあのまたこう、えー、全面的なレッスンっていう感じで動くかもしれないですよね。 まあ何人かも頼らないともするんだけどね、あの、でも多くはちょっとね、あの、通えないとか、遠いとかね、いろんな問題があって、ね、そう簡単にはいかなかったりするから、なかなかこう、難しいですよ。 あの、まあ、でもね、あの人によってはね、この分は白川にお願いしますみたいなのがあるから、その分に感謝はね、一生懸命私もこう、あの、フォローしたりとかやってるので、今のところ海外の選手もね、あの、ちょっとフォローなんかしてるんですけど、うまくその私の部分部分をね、使ってもらうのもいいのかなというふうにはこう思ってますけどね。 とということで、えーっとまあ、最近ねあのあのコーチには頼るなスクールには頼るなということを言ってますけどいろんなもん成功した人はいろんなところをこう見ててね、えー、や,ってるやってるよっていうのは、えー、言ってますけどもし、えー、信頼できる人が見つかったのであればあ,のあちゃこちゃ行くんじゃなくてその人に指示して えー、頑張っていく二人三脚をするというのがね、一番ベターかなというふうに思います。なので、信頼できる人あの、探してみてください。あの、私もね、その中ではね、ちょっとお手伝いはできるかなと思うので、えー、もしよかったらですね、あの下の概要欄なんか見て、またうちの練習会に参加してもらうのもいいのかもしれません。ね。えー、富さん頑張ってください。